ではお天気をお伝えします。今日は道内各地で冬のお天気に逆戻りしましたね、はい、昨日は22度を超えたところも多くて、まあ、夏の暑さなんてね言ってたんですが、今日は一転して寒くなりましたし雪も降りました。この24時間で降った雪の量なんですが、青い柱大空町女満別空港22センチ、もう大雪レベルとなっていますよね。そして佐呂間町でも10センチ、白いところも1センチ以上雪の降ったところで、札幌近郊だと南区の小金湯3センチくらい雪が降りました。そしてこの後もまだ雪が続いていきそうなんです。さて、まあ、シーズンの雪なんですが、珍しいかというと実はそうでもないんです。これ平年日なんですが、シーズン最後に降る雪です。札幌は4月21日、今日が4月8日なので、実はあと2週間ぐらいは雪が降るのが当たり前なんです。ああ、そうか。そしてオホーツク海側ではちょうどゴールデンウィーク明けてからもまだ雪の降るところがあります。いや、これを見るとまだまだ油断できないですね、はい、そうなんです。ですので早朝とか深夜車に乗る方、峠山間部越えるという方は特に道東ですね、ゴールデンウィークまで冬タイヤの走行お願いします。そして今夜から明日の朝にかけても路面に要注意となりそうです。今夜も網走、北見など平野部でも雪が降りますし、水色の地域、釧路、根室などでも雪混じりのみぞれとなりそうです。雪や雨が収まるのは今夜日付が変わる頃となりそうです。ただ明日の日中は一転して過ごしやすくなりますので、明日のポイント見ていきます。明日は全道で晴れまして春が復活、日中は10度以上となりそうです。では札幌、久保との予報です。札幌は今日は冷たい風が吹きつけましたね、はい、朝の気温がだいたい6度ぐらいだったんです。でこの時間3度下回っていますので、朝出かける時よりもお帰りの時間帯の方が寒くなっています。明日の久保との予報を見ていきます。明日の朝は寒くなります。白石区、厚別区、南区は氷点下まで下がりますが、日中は10度前後、今日のお昼ぐらいに比べますと7度ぐらい気温が高くなりそうです。今の釧路の様子です。釧路は冷たい雨、一時雪のなって吹雪いた時間帯もありました。今夜いっぱいは要注意、特に橋の上路面が凍結しやすいですので気をつけてください。明日の全島の予報です。明日は全道一律晴れマーク、どこに行っても同じ青空が広がるんですが、空気乾燥して花粉がかなり多くなっていますので、症状出る方要注意です。窓を開けての換気も気をつけてください。明日の気温です。朝は冷え込みますが、日中は気温が上がりまして10度以上のところがほとんどとなりそうです。時間によっても体感変わりますので、脱ぎ着しやすい上着が良さそうです。さて、初夏になったり寒くなったり、はい、アップダウンが激しいんですが、このあと週末にかけてまた春を通り越して初夏の陽気、6月上旬くらい並みの陽気となりそうなんです。そして暖かい日が続きますので、ようやく春が安定、嬉しいんですが、ずっと雨降ってないんです。今月に入って半分以下ぐらいの雨の量ですので、結構こう砂ぼこりとか待っているんですよね。次の雨ちょうど1週間後、水曜木曜と考えています。全道的にも雨が少ないんですが、週間予報を見ていきます。傘マーク、そして雪マークもありません。金曜日は雲が広がりやすくなるんですが、天気の大きな崩れはなさそうです。週末になりますと札幌、そしてオホーツク海側20度以上となりそうです。太平洋側と道東も見ていきます。こちらは道南では桜の開花準備が進んでいきそうですね。このペースですと平年よりも早く桜咲くかもしれません。道南では4月下旬になりますと桜開花の便り入ってきそうです。以上、天気お伝えしました。